はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回は Qoo10 というサイトでエチュードハウスのコスメが安く売っていて、3つで999円で売っていたので、それを買ってみました。で、今日はそのコスメのレビューとメイクをしていきたいと思います。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していきます。今回3つで999円で売っていたコスメはこちらです。これがチークで、これがシングルのアイシャドウで、これがティントリップになってます。本当にね、見た目もすごく可愛くって、さすがエチュードハウスだなと思いました。ではまず1つ目、ラブリークッキーブラッシャーの11番です。はい、私はこの11番という色味をゲットしました。で、中開けるとこんな感じでパフがねついています。このパフもすごい可愛いですよね。リボンがついていてすごいふわふわしてます。色味はこんな感じです。結構薄めのピンク色になってます。で、少しオレンジがかっているっていうか、コーラルっぽい色味なので、すごい肌に馴染んでくれそうだなと思います。では手に出してみます。ですごい触った感じもなんかツルツルっていうか、すごいサラサラツルツルしてます。つけてみるとこんな感じです。すごい可愛らしい色味ですね。もともとのチークの色がそんなに濃くないので、すごい肌なじみが良さそうです。すごい可愛らしい色味で、ピンク系の色味なんですけど、すごい春に使えそうだなと思いました。はい、2つ目がルックアットマイアイズの OR210 番です。これはですね、エチュードハウスでも結構使ってる方多い気がするんですけど、シングルシャドウになってます。で、私はオレンジかな、オレンジっぽいちょっとブラウンがかったような色味をチョイスしました。細かくねラメが入っていて、すごい綺麗ですね。で、使う前がこんな感じでハートになっていて、めちゃくちゃ可愛いですね。なんか使うのがもったいない気がしますが、つけていきます。はい、つけてみるとこんな感じです。思ったよりも結構ねオレンジ味が強くって、締め色ではないんですけど、メインとして使えそうなすごく可愛らしい色味かなと思います。で、このアイシャドウがオレンジで、さっきのチークがピンク色なんですけど、さっきのチークのピンク色にちょっとオレンジが足されたような色味なので、意外と相性がいいなと思いました。ラメっていうよりかはパール感、シマーな感じです。そしてラスト3つ目がディアダーリンティント BR401 番です。はい、このティント私初めてゲットしたんですけど、すごい有名ですよね、このティント。で、私は赤なんですけど、ちょっとブラウンが足されたような色味をゲットしました。はい、では出してみます。ちなみに塗るところはこんな感じになってます。で、匂いがすんごい甘い、なんだろう、さくらんぼですかね、これいちごかな、なんかすごい甘い匂いがします。はい、こんな感じの色味です。結構ね見たままの発色かなと思います。こうやってリップで見るよりかは、ちょっとブラウンが強いオレンジっぽいかな色味になってます。はい、めっちゃ可愛い色ですね。これティントなので、すごいサラサラした塗り心地でした。ウォーターティントっぽい感じですかね、どっちかっていうと。はい、こんな感じです。それでは早速メイクに行きたいと思います。はい、それではメイクを始めていきます。まずケイトの BB クリームを顔全体に広げていきます。内側から外側に向かって広げていきます。そしてこれも韓国コスメなんですけど、ザセムのコンシーラーでクマを隠していきます。キャメイクのファンデーションをブラシに取って軽くはたいていきます。そしてこのアイシャドウの一番濃いブラウンで眉毛を描いていきます。はい、そしてこのエチュードハウスのアイシャドウです。これすごく発色が良くって、色味もめちゃくちゃ可愛くて、すごい気に入りました。下まぶたにも全体的に塗っていきます。そしてこの眉毛を描いた色味を目尻にのせて、目を引き締めていきます。そしてその左隣のこの色で下目尻を描いていきます。はい、でこれがジェリーの付録なんですけど、ブラウンのペンシルアイライナーでアイラインを引いていきます。目尻もそのまま延長させていきます。そしてさっきのこの色を取ってアイラインをぼかしていきます。そしてビューラーを押してまつげを上げます。そしてお気に入りのこのケイトのラッシュマキシマイザーをしていきます。でこのマスカラ下地を乾かしてる間に他のノーズシャドウとかそちら辺をやっていきます。シェーディングもいつものキャンメイクのシェーディングを使っていきます。はい、そしてこのチークです。これあんまり発色わかんないかなと思うんですけど、すごい可愛らしい色味でした。はい、そしてビセのハイライトでハイライトを入れていきます。鼻筋と目の下とこの目頭のところにもちょっと入れていきました。そしてこのメイベリンのマスカラを丁寧に塗っていきます。これ本当に液がドバって出てきてしまうので結構注意してください。下まぶたにもなるべくつかないように塗っていきます。これが塗れたらエチュードのリップを塗って完成です。はい、こんな感じになりました。はい、どうでしょうか。アイシャドウもこれ一つでほとんど仕上げているので、すごくねナチュラルなメイクになったかなと思います。このチークもすごく可愛い色味で、ちょっと画面で見るとちょっと光が飛んじゃってあんま分かんないかなと思うんですけど、すごく可愛らしいピンクになりました。このリップもすごく発色が良くって、まだ持ちがどのぐらい持つかとかは分からないんですけど、塗ってちょっとするとすごい密着してくれてる感じがします。色合いもすごく可愛くってめちゃくちゃ気に入りました。これで私の唇が悪いからかもしれないんですけど、下唇にはすごくついてくれるんですけど上唇にあんまりつかないなと思いました。もしこの解消法を知ってる方いたらぜひぜひコメントで書いてください。よろしくお願いします。で今回私はQoo10で購入したんですけど、どれもね多分エチュードハウスの店舗とかにもあると思うのでぜひぜひ参考にしてみてください。で私が今回買ったところも概要欄に貼っておくのでぜひ見てみてください。私は今回このね3色にしたんですけど、他にもたくさんカラバリがあるのでぜひ自分のお気に入りを見つけてみてください。はい、というわけで今回はこんな感じで韓国のコスメブランドエチュードハウスのコスメを使ってメイクをしてみました。少しでも参考になったなと思っていただけたら高評価とチャンネル登録お待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画も見てくれると嬉しいです。ではバイバーイ。